クリスチャン・ギッシャムは南アフリカの陸上競技選手である。彼は1912年に開催されたストックホルムオリンピックのマラソン競技で銀メダルを獲得した。ストックホルムオリンピックのマラソン競技は19の国から68人の選手が出場して1912年7月14日に行われた。最高気温40度という過酷な条件で行われた。 このマラソンでは、出場選手のほぼ半数にあたる33名が途中、棄権することになった。ギッシャムは折り返し地点では1位だったが、その後同じく、南アフリカ代表のケネス・マッカーサーに抜かれて、約1分遅れの2時間37分52秒0で2位でゴールし、銀メダルを獲得した。なお、ギッシャムは、 第一次世界大戦でのオリンピック中止を挟んで、次のアントワープオリンピックでもマラソン競技に出場したが、この時は途中棄権している。このオリンピックでのマラソンの距離は 40.200km だった。オールリザルツフロムザ1912オリンピックマラソンアーカイブ2010年8月11日、ウェーバックマシン2010年7月31日、閲覧。 ザビックでデューリングザオリンピックゲームズアーカイブ2010年8月11日、ウェイバックマシン2010年7月31日、閲覧。アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマー、ゲームズ、メンズマラソン2011年4月23日閲覧。ありがとうございます。